はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイティブログです。今日は徳島県の祖谷渓谷にやってまいりました。今日はちょっとネイチャーを楽しみたいと思います。祖谷渓谷といったら橋があるでしょ。そう、桂橋、すっごい剣みたいのでできた橋が、それを見に行きたいと思います。ではまずはお腹ペコペコだからレストランは調べたのでそこにゴーゴー。めちゃユニークで良さそうなところを見つけたよ。そばですか、うどんですか。ない、今日はバーガーを食べたいと思うけど、ジビエバーガーだよ。おお、美味しそうだね、ジビエバーガー。うん、雨が降ってきましたね。パラ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 だよ。うー、やば、おー、やっば。なんで天気予報は晴れだったけどね。うん、やだな。まあ、今食べに行くから大丈夫だけど、その後まではやんでほしいな。そうだね、今日桂橋とか祖谷渓谷とか景色系だからね。うん、そう、景色が見えないと意味ないよ。でも向こう晴れてるから多分ちょっとしか降らないね。どうでしょう。ちなみにさ、午前中今日ラフティングしてたんですけど、よかったね。午後だったらさ、今からラフティングするのはやだ ね。でもやるって言ってたよ。まあ、どうせ水にドボンするからあんま変わんないかもしれないけど。うわ、土砂降りになってきた。うん、ドシャドシャ。着いた。このカフェ。ああ、そうそうそう、これ。イノシシバーガー、うまそう。ちょっと待たなきゃいけないから、タカがちょっと席を押さえて、私はショッピングします。なんかゆずのものとかめちゃめちゃあるから、ゆず有名なのかな、ここら辺で。ゆず胡椒購入。タカがちょっと炭酸飲みたいって言ったから、すだちそうだ。美味しそうでしょ。さっぱりしてそうじゃん。ちょっとなんかスイーツ系ちょっと、あ、くるみ揚げまんじゅうとかじゃん。あとはチャチャーン、ゆず酒と桃酒とすだち酒。なんか結構そのすだちのなんかスパさ効いてるけど甘い、美味しい。はい、ジビエのバーガーが来ましたよ。これです。めちゃめちゃ美味しそうだよ。なんかあのパストラミみたいなハムもついてて、パティもあって、レタスとトマト BLT みたいな感じのバーガー。いただきます。おいしい。あのパティがすごくカリカリで焼いてある。そのハムにあの胡椒がついてるからちょっとスパイシーさがあって、レタスもシャキシャキ。パティまでは行ってない、ちょっと待ってて。普通のお肉のパティみたいな感じ、なんか変な臭みとかはない。おいしい。タカのバーガーはちなみに照り焼き、もバンバン照り焼きが、ジビエ照り焼きって書いてある。すごいね。じゃあタカのバーガーもちょっといただきます。うんうんうん、出てきた。あれよ、うん、多分なんか言われなければ、ビーフとか、ビーフとかポークとかでも同じぐらいのバーガーの食感と味はする気がする。ということで、お腹いっぱい食べたら天気が晴れました。雨が上がりました。そうそう、晴れてはないけど、ね、結局30分ぐらい土砂降りしてたわ。私たちは今から観光スポットなんとか橋に行きます。なんという橋。桂橋。桂橋、桂橋、桂橋、祖谷の桂橋。桂橋、なんか周りの雲の景色めちゃめちゃ良くない？霧みたいな雲みたいなのが出てるね。そう、なんか神秘的だ。うん、もののけ姫みたいな。はい、駐車場には着きました。もう嘘。これ
適当じゃない？アユのじゃないの。五平餅みたいな。アユの高い買えるよ。アユだ。見てこれ、めっちゃ並んでる。桂橋渡り口って書いてある。並んでます、大行列。すごっ、怖っ、怖っ、怖っ。なんかみんな、なんかへっぴり腰で歩いてる。なんか今降ったから雨が滑りやすいでしょ、めちゃめちゃ。今何時？今は15時12分です。何分待つでしょうか、こっからぐーっと森を越えてあそこまで行く。30分近づいてきたけど、もう25分経ちましたよ。これよくよく見ると、この木の剣の中にワイヤーが入ってます。詐欺だよ、詐欺。普通の橋、あの雰囲気のいい橋を渡って550円ということだよ。来ました、桂橋。はい、怖いよ、もう怖く、もう怖くない。キノコ入ってるよ。可愛くね。いや、可愛くないよ。キノコが多分木を食べてる。ここにもキノコ入ってるし。キノコが柔らかい、うううちぎれるかもしれない。怖いよ。渡りますけど、怖いよ。すごいね。タタラタ。怖。下開いてるよ。普通に。めっちゃ開いてるよ。全部普通に足がいけるよ。はい。おい。はい。何をやってるの？うわ、揺れるわ。ああ、揺れる。あ、ロープ入ってないわ。本当に木だ、ここ。ちぎれる可能性あるよ、俺ら。下こんな感じです。やば、怖い。高さ14メートル、長さ50メートルぐらいの。うわ、見て、ここも揺れるもん。ま、前行って、前行って。私は遅いなら前行って。足がスポンって抜けてもさ、この股で止まるじゃん。股で止まるからやだよ。股で止まりたくないよ。もうここも私より早い。めっちゃ揺れてる。ゼラさんもう抜かされてますよ。そう、やばいよ。走れ走れ。お、晴れてきた。いい景色だね。川遊びもできるしたね。今日か十分に川遊びしたよ。こっから意外と行ける浅いか。行けないよ。おい、ビビ、できたよ。真ん中で手離さなかったね。できた、できた、できた。成功した。はい、皆さん、相当へっぴり腰でしたね。できましたよ。ヘタレレナが出てましたね。いや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 、成功した、成功。大渋滞起きてたし、行って、一回も手離さなかったし、離してたよ、最後。一個から最後は離してた。最後、下が見えなくなってから離したね。そうだよ、怖いよ。陸地が見えてから。そう。はい、車に戻りました。すっごい狭い道を走っておりますが、これが祖谷渓谷。多分こっちにね、川が流れてると思う、一緒に。うん、そうじゃない。で、今からションベン小僧に向かいたいと思います。なんで子供がおしっこする像を見るべき？なんかそれがね、有名なんだって。よくわかんない。ションベン小僧、海外にも。あ、車来た。やっぱ行ける？行けなくね、これ。パックして、パック。これ行ける？行けないよ。どこまでパス？バックしてくれた。でもその人もどこまでバックするのって。うおー、マジか。あ、もう一個のホームになったよ。違うとこあるのかな？なくない？ここら辺で止めたら、ここで。あ、黒い、黒い。うん。こっちまでか。これ、あ、大丈夫。行ける？はい。行ったら、はい。ありがとうございます。そうそうそう、あれみたいな小さい車だったら楽だよ。着きました。ションベン小僧じゃなくて
日の字渓谷っていうなんかね綺麗な景色があるんだって。おお、すごっ。うわ、めっちゃ綺麗。こう日の字になってるから多分日の字渓谷っていうんだと思うけど。ああ、今わかりましたよ。あのアメリカで行ったあのホースヒューベン、ホースヒューベンと似てるね。ノノタカノ、アメリカのホースヒューベンとは真ん中に岩がドーンってあって、その周りをこう川がこう流れてて、もっとあの何高さがあってこう、うわーすごいのが、僕らの動画見てみてください。ホースヒューベンとまさにこんな感じの景色で、ド迫力でした。はい、行きましょう。ホテルがあるんだね。なんかすごい車多いなと思ったら、あ、伊谷温泉、伊谷温泉があるんだ、ここに。日帰り温泉もできる。すごいね、こんな山奥に温泉作っちゃったのね。なんで私たちは泊まれないの？全部満員だった。あそこもね、満員だったよ。そっか、うん、取れなかった。まあね、もう何十個ってあるんだけど、ホテル全部満員、今の時期。そうだね、みんなに会ったと思った。ションベン小僧よくわかんないよ。ヨーロッパにもいるよね、こういうションベン小僧って。イエス、でもこれはよく、なんでここで写真を撮るかわかりませんよ。後で譲ろう。うー、すごっ。ティーンボーイすごいね、あんなとこに立ってんだね。あそこからおしっこしたら気持ちいいだろうね。言うと思った渡して、渡してじゃなくて渡って、それでイヤーバレー In 200 meters, turn right の出口です。はい、ということで私たちは今イヤ渓谷を出て徳島市に向かいますので、この動画はここで終わりにします。イヤ渓谷の動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。徳島市では、徳島市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 ね、徳島市って何、徳島市だよ。徳島市でちなみに今日の夜に阿波踊りを見に行きます。初めての阿波踊りです。見たことないもんね。うん、ない。それは次の動画で見てみてください。またその動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。